それでは最初の提案者のプレゼンテーションを始めます。発表を始めてください。こんにちは。15番の発表を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは瀬戸内海と讃岐山脈の水平に広がる美しい土地に、それに呼応するような柔らかな水平に広がる建築がふさわしいのではないかと考えました。そのために風景を作る低く水平に浮かぶ屋根と公園のような体育館を提案しております。多目的広場を囲むようにメインスポーツ広場、サブスポーツ広場、それが武道場スポーツ広場の3つを配しています。3つのスポーツ広場は分棟になっておりまして、ここを通り過ぎることができます。多目的広場、それからこの周辺の建物と一緒になって回遊性を生み、三方と高本地区全体を一つの公園のような場にできたらと考えました。3つのスポーツ広場の上にこのように1枚の大きな屋根をかけます。海と山々に呼応するように水平に広がる屋根は3つに分設されることで、町のスケールにも溶け込み、高松の風景につながっていきます。まあ、水平に広がる海と山、それからその間でこのようにまあ垂直にビルが立ち上がっていて、その2つをつなぐものとしての形態を提案しております。海から歩いていくと多目的広場のすぐ先にこのサブスポーツ広場の屋根が見えて、それからこの旅客ターミナルに向かう空中歩道を歩いているとここからメインスポーツ広場の屋根が見えます。それで高松シンボルタワーのアトリウムを越えていきますと、一番低い場所のエントランス広場が見え、その先に瀬戸内海が広がります。有機的な屋根の形とひさし空間は建物の周りにさまざまなこう広場を作り上げます。例えばエントランス広場からこう海に抜けていくところには、花火を見る広場が生まれ、例えば旅客ターミナル側にはアート広場が生まれます。新体育館は周りのランドスケープと一緒になり、人々が自由に歩き回ったりくつろげる新しい公園のような場所となります。これは先ほどの真ん中のエントランス広場からメインスポーツ広場内を見たところです。アリーナが見えて、それから客席が見えて、そしてその周りの交流エリアが見えます。アリーナとその周りのスペースは間仕切りのない一体の空間です。その先には外のスポーツが風景が見えます。それぞれのスポーツ広場は屋内、ひさし下の半屋外、そして周辺の広場、さらにその先の風景へとつながっていきます。町に開放され、そこに集まる人々が思い思いに過ごし、時間と空間を共有できる場所になります。断面です。この建物は多様な関係を生み出す断面を構成しています。このように公園レベルとそれからアリーナレベルを2つに分けます。公園レベルは道路面より約2メートルほど上がり穏やかな丘となり、アリーナレベルは約90センチほど下がります。公園レベルでは3つのスポーツ広場は分棟で、アリーナレベルではそれが1つにつながっています。屋根は半屋外を含みながら3つのスポーツ広場を1つにまとめます。この構成により単独利用、一体利用のどちらにも対応することができます。それから全体の全部のスペースは津波最大予想水量より高い場所に計画しており、災害時の物資拠点、それから一時帰宅困難者の受け入れ場所としても活用できます。公園レベルはいろいろな方向からアクセスできます。先ほども申し上げましたように3つのスポーツ広場の間を人々がこう自由に通り過ぎることができます。各この3つのスポーツ広場、それぞれは中心にアリーナがあって、その周りに客席があって、交流エリアがあって、そしてひさし空間が取り囲んでいる、そういう構成をしておりまして、いろんなところから出入りが可能です。具体的にはメインアリーナスポーツ広場はこことここから入るようにしていて、サブアリーナもここか2か所取るようにしています。搬入はこちら側とこちら側両側から
取るようにしております。そしてまあここからあの関係者入り口がこの下のレベルに入っていくように計画しています。このような形で新体育館は表裏のない周囲に開かれた建築になると考えます。これは多目的広場からのアプローチの絵です。日差し空間が多目的広場に開いていて、高松駅からの人々を迎え入れ、海へと招き入れます。アリーナレベルです。90センチほど下がったレベルですが、公園レベルと明快に分かれた管理のしやすいアリーナレベルです。各スポーツ広場はメインアリーナ、サブアリーナ、武道場はこのレベルで一つにつながっています。ホワイトを介して、切ったりつなげたりといろいろな使い方に対応できます。搬入口は先ほども申し上げましたようにこことここに取っていて一直線につながれており、独立利用時も一体利用時も搬入作業を円滑に行える計画としています。それからここに直接入れるあの搬入経路が2つ取ってあります。関係者はここから入っていくようになります。スポーツ広場の平面計画です。各アリーナの客席は独立して置かれています。アリーナと客席と交流エリアは間仕切りのない一体空間です。建物の中にいても外部を感じられる空間です。メインアリーナとサブアリーナ、それから武道場は大きな屋根の下でエントランス広場を介して一体につながっていきます。アリーナレベルに直接入っていく会社、先ほど言いましたあの関係者入り口がここです。それからトラックの直接入っていく搬入口がここです。周りにはここにこうちょっと見えにくいんですが、いくつかの開口部が取られていて、日常的な利用にあの対応して開閉が行われます。イベント時には交流エリアとアリーナは連携して一体的に使われます。例えばスポーツ大会の時のウォーミングアップの場所として、例えばイベント時の展示スペースの場所としてなど、フレキシブルな使い方が可能だと考えます。この屋根の先にエントランス広場、そしてサブスポーツ広場が見えていきます。新体育館は大きな伸びやかな空間です。イベントが行われてない時には人々に開放された憩いの場になります。例えば散歩道であったり、現状のテントで行われているダンスの練習場所などに使われたりもできると考えます。そしてこの交流エリアでの活動はさらに外の広場、そして風景へとつながっていきます。スポーツ広場の断面です。アリーナは遮光カーテンがこうぐるっと周囲を囲んでいてまして、それによって暗転します。昇降バトンの設置により多様な演出に対応できるようにします。大きな屋根は反射を抑えたチタン亜鉛合金のしぶきでイベントの遮音性を確保します。反射を大きな屋根を作る金属しぶきの反射を抑えたテクスチャーは、海にあるこのさざ波のテクスチャー、それから山に見えてくる細やかな濃淡と呼応して、この山自然と街をつなぐテクスチャーになると考えます。それでは引き続きまして構造計画についてご説明します。水平に低くたわやかに連続する一枚の大屋根という建築のイメージをできる限り合理的に実現する、それがこの構造計画の基本方針です。具体的には以下の通りです。このメインアリーナ、それからサブアリーナ、それから武道館ですね、この3つの基本的な施設に対して、それぞれ大中小の3つのドームが対応しているわけですが、これらのドームはいずれも平面形状を楕円とした大中小3つのドームでして、円弧を基本とする小円大円分割とした幾何学的局面とし、交換による 4.5 メーターの単層でグリッドドームを構成しております。そしてその時の小円大円ですが、東西方向ですね、
こちら方向に荘園、南北方向に沿って楕円分割とし、まあ、いずれもそういう形にしておりますが、それはまあ、基本的に部材とか接合部、そういったものをできる限り、まあ、標準化しようという、そういう意図、まあ、生産の合理化ですね、そういったことを目的としております。それから次に、それの大中小の3つのドームはこのような境界条件として、テンションリングを設けている。それでそれがほぼ9メーター間隔で配置された V 字型の支持構造ですね。それで支持されているという、まあ、極めて、ある意味ドーム構造の原理原則ですね。そういったものをきちんと遵守した形の構造システム、非常に単純明快な構造システムとしております。でこれを前提として、この間ですね、このちょっとブルーのところですが、ちょうど東西方向のグリッドに沿って、この間広場、エントランス広場と称しておりますが、そこにおよそ、まあ、26から60メーターのスパンに相当する部分を吊り屋根構造で連続することによって、まあ、基本構造の上に、まあ、一つオーバーレイしたような形ですが、それで、まあ、一見複雑な形ですけども、まあ、そういう有機的な全体のフォルムを構成していると、そういうふうになっております。でちなみに、まあ、全てちょっと説明できないんですが、メインアリーナについてはスパンが約120メーター、ライズが15メーターで、概算設計で用いた部材が大体450倍ぐらい程度、こんな程度のもので構成されているということです。次の絵ですが、これは今のところ、まあ、もう少し断面として拡大したところですが、これが逆 V 字型ですねの支柱で、まあ、延築および地震時の時の主要な支持構造となっているものです。で、こっちのグリッドから荘園方向にこう連続していく様ですね、まあ、場所によってこの浮き方が違うんですけども、いずれにしてもオーバーレイしながら切り替わっていくという、こういう形になっております。で、あと下部構造は、まあ、ごくごく普通な形で、非常に、まあ、施工の単純化等を図ったフラットスラブ構造等としている。で杭については、まあ、規制コンクリート杭、まあ、液状対策を施しているということです。はい、じゃあ次の絵でお願いします。でこれはそれを内部から見たものですね。メインアリーナから鉄骨吊り屋根構造の先にエントランス広場サブアリーナが連続して見えております。はい、次を。でこれが吊り屋根構の加工をさらに拡大した部分であります。最後に設備計画についてご説明します。音環境について説明します。適度な逃げ場のある屋外空間のような場所が新しい公園のような建築空間としてふさわしいと考えました。アリーナと古流エリアを一体にし、空間のボリュームを大きくすることで、移行障害が生じない適度な逃げ場のある屋外のような音環境を作ります。そして適度な吸音、散乱処理により明瞭で開放的な音空間を作ります。屋根は乾式二重遮音構造で、金属裏打ち材により雨音対策を実施します。アリーナ間の分棟形式と距離減衰により各アリーナ間、そして周辺の音環境に問題のない構成とします。空調計画です。空調は競技フロア、客席、交流エリアの3つのゾーニングにすることで多様な使い方に対応できる計画とします。3つのゾーンではそれぞれ効率的な空調をする居住域空調方式を採用します。滞留を起こさない計画です。また塩を含まない夜間の陸風を利用し自然換気を行います。イベントの後の熱だまりを夜間に解消し翌日の空調効率を高めます。低く押さえた屋根は風の通り抜ける分棟形式と伴って瀬戸内 特有の海風、陸風を阻害せず周辺地域の風環境を変えない建築とします。穏やかな
形によりどの向きの風もスムーズに流し、局所的な強風の発生を抑制します。ライフサイクルコストも、メンテナンスの楽な長い屋根の材料を使ったり、周辺地域のインフラを積極的に使用する、棟ごとに別々に空調換気を行うなどで、実現します。新しい体育館は周辺敷地と周辺施設とつながりを持ち、また高松の町と一緒になって、いろんな拠点となります。屋根が海山空と伴って象徴的な空間を作り上げます。ありがとうございました。引き続き質疑応答に移ります。松隈委員長、よろしくお願いいたします。はい、発表ありがとうございました。委員の方々からご自由にご質問を出していただきたいんですが、久大さんからじゃあれかな、北山さんですか。ありがとうございました。では私からですね、建築コストについてお伺いしたいんですが、私どもとしては基本計画の中で、物価上昇も踏まえてですね、建築費の範囲をですね、170億から190億というような形で明示させていただいてございます。これは今はプロポーザルでございますから、今から実際のですね、いろいろなお話し合いをしながら基本設計実施設計に入っていくということでございますが、そういう時にそういう建築コストが上昇するということも即分するんですが、そういうコストコントロールに対する設計者の基本的な考え方がおありになればお話しいただければと思います。現在の時点でいろんな計画をなるだけ単純化しているつもりです。ただプロセスでずっと要所要所でコストを見ながらお話し合いをして、コストに最終的に収めていけるように進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今北山さんが、ご提案されているアリーナレベルと公園レベルという2つのレベルを持っているというのはすごく大事な発見的なプランニングだと思って、感心して読んでたんですけども、で、公園レベルを作る、高さ GL から2メートルぐらいのところですか、作ることで、中にいても海がこう見えているような、開放された公園空間のようなものを作っているというところは重要な、コンセプトだと思うんですけども、なおかつアリーナレベルがあることで、3つ のアリーナが連動しているように使えるというような、二重性を持っているという断面のコンセプトが、重要なんじゃないかなと思いました。であと搬入レベルのところが多分、トラックなんか突っ込もうと思うとそこだけ多分公園レベル少し上がってくるような感じで、説明は特になかったんですけども、そういうふうにされているわけですよね。そうです。このシーフロントプロムナード側から見ますと、まず護岸に一番低いところに今海沿いにこうプロムナードがあって、で 1.5 メートルほど上がったところにこのレベルがあるので、そこからまた緩やかに2メートル上がったところという形で順々にこの断面を海から町へつないでいこうというのが1点で、そうすることによって3メートル弱ここにレベル差ができるので、2つの平面を同時に使うようなことができると。それで平面を出しますが、その今おっしゃる通りに、ここのところとここのところに少しこのイベント広場なので、ここを持ち上げておりまして、中で少しまた1メートルほど上がって、そこをトラックを下に入れていくという断面にしています。はい、ありがとうございます。斉藤先生にちょっと構造的なご質問をしていただく。今回グリッドドームを採用されたということは非常に表現的にも構造的にも美しい内部空間かなと思うんですが、いくつか質問があります。一つ目はまず中古を選ばれたということで、ジョイントはまず一番のこう要になるんですが、全部交点がこう角度も違ってくるんですけど、その中古とそういう交点のアジャストメント、どんな具体的には接合を考えてる。具体的な例えば事例としてですね、西武ドームのようなものをちょっとイメージしていただければと思うんですが、
パイプですよね。そうです、はい、溶接ということですか。そうです、そうです、溶接で、はいはい、それからもう一つはですね、まあ、この3つのドームを有機的にこうつないでいるというのは非常に興味深いんですが、今釣り屋根が入っていて、まあ、本来ですとここに釣り屋根の境界構造というのはちゃんとないと、コンプレッションに対してテンションはどうかというふうなことがあるんですが、その辺のオーバーレイがちょっと気になるんですが、まあこれだけエントランスホールを実現して形態的にも内部空間としても無理にそのテンションにしなくてもですね、少し柱をシンプルに立てれば十分いけるかなと思うんですが、その辺のことをやるとそれはデザインイメージと離れてしまうんでしょうか。つないだことによるですね、ドームの影響っていうのは実は、まあ、これシミュレーションしたんですが、まあ、ほとんどないと言っていいぐらいです。若干そのザックスケースモードやなんかが何もないときと変化しますけども、大きくは影響はその本体構造の方には影響を及ぼすほどのものではないという、まあ、そういうことは一応確認が取れております。私今質問したのはそういうことではなくて、はい、釣り屋根にあえてしなくてはデザインとして成立しないでしょうかっていう、そうしたいというふうに解釈してじゃあちょっと立てば無理なくこうできるのかなと思ってます、はい、 そうですね、それから、はい、あと非常に重要なのはやっぱりドームとしてのスラストの処理なんですけども、まあテンションリングを本当に働かせるというのはなかなか難しくてですね、特にこういう楕円ドームっていうのは非常に難しいことだと思うんですね。で、採用のことに支柱が全部こう二方向に向いてるわけですから、何もテンションリングにあまり頼らないで、その支柱構造に当然ジャッキランなんかそれ流れちゃうと思うんですよね。それ無事にテンションリングにこだわるということはかえって全体のシステムとしてちょっとまずそうな感じがするんで、その辺のお考えはこだわる、どうしてもこだわるんでしょう、それとも V 支柱で十分スラストは取れて、いると思うんですが、ですね、基本的にはこの支柱は最小限の数にしたいっていうトランスペアレントですね。そのために V 字にしてる、これによって延縮と同時に地震の時もこれ対応させてるんですよね。ですからまあ言ってみると僕の考え方では、そのテンションリングだけではなくて、これも併用することが、まあ、耐震設計上も意味があるという、まあ、通常ですと、接線方向にこう入れるブレスを入れたりするわけですけども、そういう形にすると、まあ視覚的にそれを塞がれるという、まあ、気がしたものですから、今はこういう併用構造、併用のシステムを取っているという。でその時に支柱をですね、かなり力くると思うんですが、うん、はい、デザイン的に言うと斜め柱を外側に出す普通の考え方でやるとデザインは成立しなくなるんでしょうか。いやそれは瀬島さんの話しか分からないですね。まず先ほどの間のエントランス広場のこのところは初めこう柱があったりして、まあ、これからいろんな挑戦になると思うんですけど、そこを人がこうワーッと抜けていくので、まあ、できれば柱がないで行けた方がいいなということでこういうふうな提案にさせていただきました。それからリングはこのきちっとした形になってるんですけど、平面を見ていただきますとこの周りにこうちょっと出っ張ったところなんかがあるんですね。でそういうものをこう出し入れするために外にこういうところなんですけれど、少し、まあ、ここのまずリングがこことここでは2メーターほど上がって、この外に開きたいところには上がると。それから、基本的にはこう軒が落ちてきてるんですけれども、もう一回こういうちょっと広場で外に開きたいところなんかはそこから軒を出して、で一応、まあ、細かいことになりますと9メーターぐらいまではこのつっかえ棒で出せるだろうと。でそれより超えたところにはマリオンを柱にした形で簡単にその外とのつながりの場所、広場を作っていく場所っていうのが作りたいということで、まあ、こういう形で今まとめさせていただきます。もう一つ公園側の提案で庇し空間をこう雁木のように外側に半屋外空間を作っていまして、そこの回遊性というのを考えた結果、この斜めが室内に出てきた方が室内は大きな多目的なホワイトを取るというアイデアもあったので、そちら側に斜めを考えました。わかりました。まあ普通常識的に言うと斜めバスは外に出るのをかえって内に入れることによってそういう回遊性を作りたいと。はい、ありがとう。これ将来的なことも含めてですね、やはり屋根材のどういう部材のどういうピースで作って、
その、まあ、50年間それ以上持たせなきゃいけない建物なんですけど、その辺のメンテナンスの考えを聞きたいのが一つと、それからもう一つはこの断面図が特徴的なんですが、確かにその公園のような体育館ということで大きな屋根の下に非常に開放的に広がっているんですが、一方でその競技大会をやるときのある種のこう集中するというときに特にアリーナの客席の使い方で角が全部開いてますよね。その辺のお考えをちょっとお聞かせいただきたいんですけど。まずその材料についてはですね、やっぱり海際ということで屋根の材料を選ぶときには最大限今注意を払っているつもりですが、これからまたもっとディベロップしていく必要があるかもしれないんですけど、今はチタン亜鉛合金で、まあこれは 5,60 年は持つだろうということで、それと大きなピースにしないである程度、まあ1メーター50とか、まあ、その一本の長いものじゃなくてですね、でそういうものを積み重ねていくと、それはやっぱりそういうテクスチャーがあった方がこのなんか海のこういう先ほど言いましたけどテクスチャーとか山のこう遠くに見えるテクスチャーと合わさって何かもう一つの風景を作って、さらにその後ビルへと行くような間になるんじゃないか、でその大きなものじゃない方がメンテナンスもしやすいんじゃないかということを考えました。で光沢を抑えたものを考えてます。それからもう一つその大きな空間というのは割と委員長も書かれた通り、スポーツとしては当然だと、だけどなんか新しい公共空間というのなんじゃないかなと、でそれはやっぱりこの敷地に行ってみてもすごくそういうことを感じますし、それから要項を読みますとイベントなんかもすごく行われる、でまあ角が空いてるっていうのは何が何でも今後ですね、いろいろお話し合いしていけばいろんなまだディベロップがあると思うんですけど、まあ、一つはよく上でこうマラソンするですよね普通のは、でそれがまあ下に降りてきてそれがちょっと広いと、でそれと平面でですね対角線上にこの大きな風除室をつけて始まっちゃったらこの端からだけ入るようにしてっていうことで、ある程度この何かまあ屋外の野球なんかもですね、その外に広がってるけど野球が始まったらみんなわーっと野球に集中してる、そんなような場所ですか。まだ見たことないインテリアですけれども、なんかそういうものを音環境とか光環境とかいろんなことを考えながら作れたらいいんじゃないかと思ってます。視界をホワイトレベルをこの客席の下の方に合わせているので席はあるんですけど、隙間からこう人がこう群衆が集まってくるようなイベントにか引かれてどんどんこう村祭りみたいな感じ人が集まってくるようなイメージもあった方がということもあって、この両方の一体性とこの隙間、これもこうくるむっていうのももちろんあると思うんですけど、こうどんどん人が群衆が集まってくるイメージっていうのも同時にあると、よりこう集中感があっていいのかなというふうに考えます。これはアリーナレベルとそれと交流エリアレベルってレベルが違うはずですよね。そうです、客席の水下水上がありまして、客席の水下一番低いレベルに視界をホワイトを取っている。他の委員の方、CG だとですね、内部空間が天井面が特に光ってて、それでサイドからの光が回っているように見えるんですが、特にそういったこう地面の GL というか、平面のレベルで何か仕掛けして上に上げるような光を上げるようなことは考えられているんでしょうか。まだ具体的に考えてないんですけど、割とぐるっとひさしの下にからずっと光が入ってきて、で割とその輝度差があんまり差が出ないようなものにできたらと思ってます。それから屋根に少しですね、さっきの断面示したようにこう上がった部分がありまして、そこから支障がないときは風を取るだけではなくて自然光を入れる使い方も考えようと思ってます。光に関しましてはひさしを大きく出していて床に反射したものを室内に取り入れるようにっていうふうなことを考えて、周り外周部においては天井も明るくなるようなイメージを持ってます。他の委員の方、原田さんなり。私ちょっと観点が違うんですけれども、
体育館はできますと土日祝日等は大会等が開催されて非常に大勢の方が参加されるんですけれども、平日の日中とか夜間はほとんど人が利用する人が非常に少ないと思うんですけれども、それについて何か利用者を増やすようなことを何かお考えでしょうか。平日のこういう場所を作ることがそういうことにつながるんじゃないかと私たちとしては思っての提案なんですが、やっぱり完全に閉まってここからだけ入るけど、夜使っていいですよっていう状態、例えば申し訳ない、自分たちの事例で申し訳ないんですけど、昔もっと小さな体験を作ったことがあるんですけど、こういうふうに空いてると犬を連れて散歩の人なんかが来てたりとか、管理運営のやり方と一緒になって考えなきゃいけないですけれども、割とこのさっきも散歩の延長って言いましたけれども、そういう形で使えるような場所を作る提案の一つに公園のような建築というのを考えておりまして、イベントの時だけ人が集まるというのではなくて、ない時も集められるようにということで、広場を整備と、あと半屋外空間を、日よけ空間を多く作ることで、鍵が閉まってても建物の周辺に集まってこれるような、いろいろな滞在の仕方ができるような場所を作ろうと思っています。それと分棟にしてて、一番大きなものももしかしたらあるところにこうなんか例えば稼働の、カーテンみたいなのをつけたりして、全部を広がなくてもこういう場所だけ使っていこうとか、いろんな形でそういうことができるかなと思います。私旧の県立体育館に勤めてたことがあるんですけれども、その時には各アリーナ等を分割利用するとか、トレーニング室とか、キッズルームはなかったんですけれども、最近のことキッズルームを設けるとか、それと会議室を有効に活用するとか、そういうこともまた考えていただきたいと思います。はい、富永さんどうですか。洗練された造形で、シンボリックなところは海からのに対してのシンボリックなところはちょっとないと思いますけども、結構ヒューマンな着地感があるようなそういうもんなんで、公園として開きたいということと、今おっしゃられたような体育館として大会として利用する時の状況とかですね、ある種の閉鎖性があって自然光があんまり入らない方がいいとか、そういう問題とどうやってやっていくかっていうことは一つあると思うんですね。それと一つだから、これ部屋の大小に、部屋っていうか3つの部屋の大小にかかわらず、全体の格子、天井の格子が同じようなスケールの格子で作られているんですけど、これはやっぱり覆いとしてのなんか公園の覆いとしての一体性っていうか全体性みたいなのを作りたいということと、今構造の方がおっしゃったような一つの部品のそういう量産性っていうか、そういうことを考えられたっていうことなんでしょうかね。そうですね、やっぱり下のアリーナでつながってるっていうのと、上の公園で分棟になってますけど、屋根の 下で一つの大きな空間も感じられるというようなあり方で、こういう提案になっていますが、スパンなんかをもっと具体的に、あと海側の風景がもう私たちとしてはシンボリックであると考えています。あ、そうですか。なんか結構着地感があるなっていうか感じが、ちょっとだけ浮いたって、あんまり浮いてるという意味ではもちろんあれですけどね、あれですけど、いいですか。これ駐車場は地下駐車場で提案されていて、図面にはあまり出てないですけども、多分全体を公園にしたいというコンセプトの中で駐車場をとりあえず地下にしていると思うんですけども、もしどうしても駐車場が必要だと、地下でなく設けなさいといったときは対応はできますでしょうか。あ、それは可能です。もし今はアリーナの下に取っていて、他の街の中のパーキングと同じレベルでつなぐというふうにしているんですが、それはできます。海からの外観は建物は低いんですけれど、後ろの山と海でですね、こう印象的な外観を作ろうと
考えておりまして、確かにこの高さはなるべく抑えてるんですけども、こういう山脈と海と垂直性の中でこう全体としてすごく街の顔になるようなあの外観を作ろうと考えています。あ、そうですね、あのこれがすごく水平的で、ここからこうバン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 こう垂直的な、その間にだから低いんだけど、なんか一個バーンといっちゃうとどうもその街と海をつなぐっていう形にならないんじゃないかと。で水平と垂直っていうのをまあつないでいく、でかつまあその下が公園みたいになるために通り抜けができると、まあそういうことでこの形を提案しました。プレゼンテーションで見たよりもずっとなんか洗練された形に なんかなってきたなっていう感じは受けてるんですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。